テトラコルドより、4つの弦の意は、音楽理論において、4つの音による音列を指す、用語である。古代ギリシアの音楽理論では、完全4度の音程を3つの音程で区切ることで、得られるテトラコルドが音組織の基礎であり、音程の構成から、ディアトノン、クローマティコン、エンハルモニオンの3つの種類があった。ディアトノンのテトラコルドは、 上の二つの全音とその下の一つの半音の音程で構成されており、同様にクローマティコンは上の単三度と下の二つの半音、エンハルモニオンは上の超三度と下の半音よりも狭い二つの音程からなっていた。現在の全音階はティアトノンのテトラコルドに由来している。古代ギリシアのテトラコルドこの概念の拡張例として、 小泉文雄による日本の先方の理論がある。この理論においては、完全4度の枠内に挿入される音の数は、通常の2音ではなく1音とされる。例えば、沖縄音階、ドミファソシドは、ギジテトラコルド、ドミファとソシドを積み重ねたものとして理解することができる、などと説明される。ありがとうございます。